メインチャンネルの ST スタジオが削除されてしまいました。チャンネル登録、応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。やべー、ST スタジオのターボットだよお前ら。神企画用意してきましたよ。なんだよてめえの神企画。なんなんだこれは。神企画珍しいね。君がね、正義いるでしょ。この前誕生日迎えじゃない。正義ってさ、変なとこ優しいじゃん。変なとこね。変なとこね。誕生日とかになったら仲間思いやから俺たちにプレゼントとか買ってくれる。俺正義にプレゼントしたいなと思って、今回これを企画にしようと思って。おお、いいよいいよ。まあやっぱり普通にやっても面白くない。今回なんと俺ら3人プレゼント買って、その中で一番プレゼントがダメだった人、全額自腹です。全額自腹です。え、誕生日プレゼント結構金くる。絶対嫌だよ。無理。やんないの。やんないの。やる。やる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 。よく考えろお前ら、3分の2やで。あー、確かにな。そう考えたら全然良くない。いい企画や。やるやん。実際ね、ぜひこういうアホな企画好きだから。でしょ。やる、乗る。そうそう、乗るでしょ。毎回くじで上限金額っていうのを決める。あー、プレゼント代ってこと。そうそうそう、スラスラ決めてほしいよ。1万、1万5000、2万までやっていこうかなと。え、それは1人当たりってこと。1人当たりです。はい、ということで上限金額9時。まあ普通に1万来てほしいわ。まあ正直な話、1万来てほしいで、これ、これでいきます。さあ、いきましょう。おぉ1万5000円。1万5000円来ました。まあいいよ。この上限金額、もし1万円だったら1万円の間で何品買っても大丈夫。せめてさ、せめてせめて安く済ましたいじゃん。で、その安く済ませようとするとさ、絶対負けるじゃん、そいつが。せつ悪いっつって。そうそう。安くして。あー、だから全員がさ、高く買わせたら偉いじゃん。自分がチキったら自分がもう全額払うことになる。そうなんだよな。この絶妙な神企画、勝手にシリーズ企画にしますから、これ。あー、オッケー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 。正義が何をしたことじゃないぞ。もうしたことじゃない。もし、最下位になったら、強制的に次のプレゼン大会に、いやいや、マジか。センス悪いか。え、なんで。センスが悪いというか、もうそのメンバーの愛、やっぱり分かってない。あ、分かってないやつはもう次も買えと。ということで、会議行きましょう。イエーイ。幕張駅着きました。うわイエイ。イエイではないわ。しゃあ、もうこっからだから、だろう、選ぶんだろう、だから。いや、マジか。なに、ビリ、いや、ビリだけ、いや、ほんと無理。バス停に頭こすりつけるやついる？わかんないやん。怖い。わかんない。欲しいものあんま言わないからね。薄くね。難しい。3人でさ、一緒に買いに行くとなんかいろんな意見参考しちゃいそうだからさ。そうだね。じゃ一人ずつバラバラで買うことでしょ。いや、ノリ君一緒に行こう。いやです。いやです。タモ一緒に、一緒に、一緒に。いいわけね。いいわけねえだ。なんで、やだ、怖い。一緒に行かねえ。一緒に行こうよ。どうしよっか。まあ、俺が今悩んでるのはちょっとやっぱ欲しいかなって感じは多分あると思うんで、一個と彼の好きな買っちゃおうかなみたいな感じですかね。あー、もう何買えばいいのかな、わかんねー。考えすぎて疲れたから考えるのやめた。ビール飲みます。乾杯。はい、というわけで買ってきました。気持ちだ。来た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 。絶対負けらんねえ、これは本当に。負けたくなさすぎる、これは本当に。正義が上にいるんで、まあ、まずはこう誰が何を買ったかとか何も言わずにプレゼントだけを見せて、1位だけ何がいいか選んでもらおうかな。なるほど、第一印象1位を決めてもらってますね。その後にあのそれぞれアピールする。プレゼンタイム、自分のプレゼンタイム。そこでもがくよね。もがくよね、マジで。2歳はめっちゃもがくよ。やべえのが来た。うわ、来た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 。絶対怖っ。ダメだ。選んでくれ。いや、俺ちょっと一応 LINE でもノイから聞いたんだけど、神企画。おお、絶対いいっすか。好き、こういう素晴らしいでしょ。遊び心が極み。ファーストコンタクトですか。そうだね。第一印象、これ1、2、3って感じです。めっちゃ楽しいね、これ。これやばくない。やばい。
言う。ただね、俺らチョコ A か怖いから一人はもう全額払うんだ。そうね。じゃあファーストインプレッションちょっと見ますね。すげえ、あ、これガチなやつだ。え、これめっちゃセンスいいかも、もしかして。なんこれ、なんこれ、よくわかりません。よくわからないやつです。今レッドブル、モンスターと靴ですね。あ、かわいい。1位決めればいいんだよね。とりあえず1位だけ、1だけ、1位よ。どうしよう。頼む。いきましょう。第一印象、一位をお願いします。こちらで、俺でーす。どうしよう。第一印象、ファーストインプレッション。マジかよ。2位、3位は言わない方がいいんだよね。そうだね。はい。でも、どれが勝ったか全然分からなかった。マジで全然分からなかった。俺これターボーかなと思った。ええー。こっからがプレゼンだから。ああ、俺もこっからプレゼンするし。いやいやいや、もちろんもちろん。これ大逆転狙っていく。そう、まだ分からない商品はあるわけ。プレゼント。どれが気になる。これはもう見れば分かるじゃん。うん。この辺、この理由、この理由とか、これが何なのかと、これの理由と、これの機能性とかが気になる。ああ、じゃあまずこっちからいこうか。はい、俺です。全部外れてるわ。全部外れてる。すげえ難しいよ。ちょっと待って。邪魔。俺はね、日々の疲れを癒してほしいの、君に。うん。眠りも結構浅い。これね、もう研究に研究重ねて、日本で一番寝心地いいって言われる枕。マジで言ってんの。で、寝返り打っても完璧に最後の計算。ええ、そう、寝返り打っても気持ちの感じ。マジ、そう、マジマジプレゼンすぎて。それで、チャックがあってさ、これが硬い方で、これ柔らかい、自分の好みに調整できる。これ抜けば柔らかいし、入れば硬いし。すげえ。っていうことで、とりあえず、まあ寝てみるか。日本一だよ、これ。寝心地いいんだよ。まあ、70点。あれ、あれ、70点。うん。変えれっからね、高さも。高さ変えれる。変えれっから。あ、高さを変える。そう。だから高さを抜いて、抜いて、さっきのクッションも。高さ俺高い方がいいから。あ、これひっついちゃってるよ。ひっついてるよ。あれ、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 変えれない。あれ、これ変えれないやつ。あれ、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 これ終わった。お前、ディスんなよ、お前。ディスってディスんなよ、俺のやつ。教えて、ディスんなよ。これディスキン。あ、これディスキンだよ。ディスキンなんだよ。これに、めちゃめちゃアイソロがよく、肌触りが死ぬほどいいと言われてる。カバーを買いました。おぉ、それだし、もう見たことないぐらいプレゼンの威力がすごい。ほんと、みんなそうだと思うよ。めちゃくちゃ評価上がってる、プレゼンで。いいよね、大逆転ある。めっちゃアザリだよ、80点。あれ、まあまあまあ、80、まあ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 。嬉しいの85点か。あ、85点か。あれ、まあ大丈夫。まあまだ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 だぞ、まだだぞ。俺は使うね。許して、黙れ。ここ大事だから。で、匂い、睡眠時に枕に垂らすやつで。はい、そんななんだ。そう、これはストレス解消に役立つ。そう、ストレス、疲れ。すごいね、こういうポイント高い。俺、匂い好きだから。うわ、これね、これ垂れんの。あ、これで垂れ、垂れ。で、2、3滴垂らす。2、3滴。そう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 。はい、これやばい、これやばい。そうそう、ええ、つまれた時の感じ半端ない。もう笑ってもうてるもん。やばいよ、結構ね。普通に俺欲しい、これ。やばいよ。以上です、共演でした。おー、素晴らしい。合計得点、これ基準になりますけど、あー、88点。うわー、すげー。やばいよ、これ。やばいよ、これ。いっかも。じゃあ、変われ変われ。ここ大事よ、変われ。俺、これが気になるのよ。これは、後で紹介する。あ、わかりました。じゃあ、まずは、正義、服が欲しいと、よく言っている。はい、ということで、この T シャツ、これ似合うでしょ。これどこで買った。なんて店だっけな。あ、特に、ブランドとかではない。特に覚えてないけど、もう、かわいい。でも、結構これ、いいでしょ。で、似合うと思って、これを買ってきました。いい。正義、あんま、ニットの半袖着ないなーと。欲しいって言ってたもんね。うん、なんか欲しいって言ってた。だから、ニットハンズでね。汗。どうだそれ。待て。あんま着ないでしょ、でも。あ
んま着ないでしょ。たまにはこういうシンプルな落ち着いた色も似合うよ。それだけなんだ。そう、他の理由で攻めてくるからさ、たまにこれ着ろっていう理由だけなんだ。まあしょうがない。まあいいわ。からこれは俺の好みじゃないんだ。ああ、まあいいわ。これよ、これ、これ物によってはもう100点あるよ。これ小銭入れです。正義さ、結構財布パンパンじゃん。財布っていうか、あんま持ち歩かないから。そう、持ち歩かないでしょ。なんかどっかに入れっぱなし。そうで、その割には結構自販機とかコンビニとかいらないじゃん。これ嬉しいかも。だからそういう時にこういうなんかコンパクト、財布はでかいから嬉しいわ。俺さっきパッと見て気づいたんですよ、名前掘ってます。そう、あなたのイニシャルを掘りました。みんなのこのなんかね、なんかね、プレゼントを渡す人を思ってる。ああ、いちいちそれが伝わります。あったら絶対便利だし、こうさりげないおしゃれさが出る。これはだから、それとやっぱ僕は去年ついにね、この財布をもらってますから。おわ、財布つなぎと、ね、これでね、わー、これ一緒に、こういうところで一緒にね、なんか買い物とか行ったりすればね、全然知らない。いいじゃないですか。おー、以上となります。サイズがちょっとどうかなっていい。いや、これね、ちっちゃくない。大丈夫です。うん、そうだよ、結構デカめ。そう、ですかもしれない。ミスないよ。サイズを、サイズをこれどうかなってだけ。これイエローカード、イエローカード。マイナスポイントから人のものを悪くするっていうのは、俺サイズとかなっていう。俺マクロ、俺マクロ欲しいから。あー、なるほどね。俺マクロすごい、俺褒めたのに。いや、俺いいと思うよ、めちゃくちゃ革財布。わかりました。マジで。じゃあこちら、まだ先生は、あー、なるほどなるほど。モリーさんの聞いてからですね。はい、履いてるイメージがね、あんまないのよ。うん、ただね、問題点見つけちゃいました。モリーさん、これ危ないです。だっせ、マジダサい。3日で終わるし。おー、なるほど、ね、差し入れじゃん、もう本当に。のりさんの得点、ちょっと待って。